どうもこんばんは、NMです。今回は東京グールでマスク屋、そして謎めいた組織ピエロの一員として登場したキャラクター歌について考察解説をしていきたいと思います。経歴、かつて4区のグール集団のリーダーだった歌。見た目はかなり奇抜なパンクファッションですが、気さくな性格で時折お茶目な一面も見せてくれます。昔四区で食料泥棒をしていたヨモに声をかけたところ、変なメガネと言われたことから抗争に発展。それがヨモとの出会いでした。有馬気象への復讐に協力したこともあり、ヨモとはこの頃からの友人です。現在はマスクやハイシーアートマスクスタジオの店主を務めています。ちなみに四区のグールのマスクは全て歌さんが作っていました。ピエロの一員であり、CCG での故障はノーフェイス。カグネで自由にマスクを作れるほど器用で、戦闘中に相手の知り合いに顔を変え翻弄します。両眼は常時角眼状態のため、外出時には常にサングラスを着用しています。川柳。東京グール13巻の川柳コーナーに、歌いどり、喉に声沿う、ただ冷えろ、と歌さんが読んでいます。この川柳を分解してみましょう。歌、いとり、のど、にこ、え、そうた、だ、ひえろ。なんとピエロのメンバーが隠されているんです。川柳の中には意味のない文字も含まれていますが、のどを漢字に変換してみます。この喉という漢字の中をよく見てみると、カタカナでロマと含まれていることがわかります。つまりピエロのメンバーを密かに歌っている川柳だったわけですね。ちなみに東京グール12巻の最後おまけページで歌さんがつけている髪留めはロマがつけているものと同じでした。数字、東京グール RE2 巻の17話、オークショニアとして登場した歌の服の模様が19に見えます。19はタロット数字で太陽を意味しており、正位置で成功、誕生、祝福、約束された将来、逆位置で不調、落胆、衰退、堕退、流産を意味しています。今回は正位置ですね。歌が経営するマスク屋の看板、そして歌自身の体、胸のあたりにも太陽のタトゥーが彫られています。歌とヨモ。ピエロは絶望することに飽いたグールたち。狂わないように舞台の上でおどけ続ける。イトリはそう語ります。世界はグールじゃなく人を愛している。そんな世界で生きるため自分が面白いと思えることを続けてきました。この冷たい世界では、傷つけたり傷ついたりして血を流すことが彼らにとってのぬくもりだったのです。ピエロは明確な目的を持った集団ではありません。ただその時その時に面白いと思えることをやるだけ。無印東京グール最終巻でピエロのメンバーが言っていたのはそういうことだったのです。そんな歌の望みはヨモを食べること。流戦でヨモと戦ったのはかつて4区のリーダーを務めていた頃、毎日のようにヨモと戦い、時には協力して有馬への復讐を企てていた日々を懐かしんでのことでした。歌はあの時からずっと、ヨモの姉、光の覚悟から作られたクイーン家、鳴神を有馬気象から取り返そうとしていたのです。吉村店長に拾われて変わっていくヨモ。歌はあの頃からずっと変われずにいました。この世界は失ってばかりだ。歌がそう思っているように、かつてのヨモも同じ考えでした。しかしヨモは気づいていました。失わないためには立ち向かうしかない。立ち向かった先に得るものがあると。ヨモにとって得るものとは金木と東花の子供でした。失うばかりじゃない、俺を食いたいならまた来ればいい、ヨモは歌に言いました。つまりヨモが東花や綾人を失わないために有馬に立ち向かったように、歌もあの頃の関係、気持ちを失いたくないのであれば全力で相手をするからいつでも戦いに来い、ということでしょう。そして歌の首元に彫ってあったタトゥーの意味が明かされます。あなたは私の痛み、あなたは私を殺し、
あなたは私を生かす。性的思考。ここからは東京グール連載時に考察されていた宇多さん同性愛者説についてご紹介します。東京グール12巻112話で宇多が男性の陰茎と思われるものを舐めている描写があります。ここで同性愛者なのではと予想されていました。首に彫られたタトゥーはラテン語で、私はあなたと共に生きてはいけない、私はあなたなしでは生きていけないと宇多さんが言っています。しかし昔四駆のリーダーをしていた宇多さんの首にはありませんでした。ということはよもに出会ってからこのタトゥーは彫られたと考えられます。つまりこのタトゥーはよものことを思って彫ったのではないかということです。東京グール12巻の表紙は宇多さんが飾っています。人差し指を立てて隠し事をするようにCというポーズとともにいくつものハスの花が描かれています。ハスの花、Cというポーズがレンジを予想させます。ちなみに12巻の裏表紙はヨモさんでした。またハスの花言葉は離れゆく愛、これは4区でのありませんの後、アンテイク店長吉村に保護され少しずつ変わっていくヨモのことでないかと思われます。そして宇多さんの人差し指を立てたポーズから秘密や内緒といった意味を捉えることができます。ヨモへの秘めた思いを口に出してはいけないという意味ではないでしょうか。宇多の店があるのは4区、現代の東京都新宿区になります。新宿といえば新宿2丁目がゲイタウンとして有名であり、同性愛者が集まる場所に店を構えているとすると、やはり宇多はヨモに対しそういった感情を抱いていると考えられました。その後、流線が終了した6年後もヨモとの関係は続いており、襲うための計画を立てたり、マスクデザインや銀細工などの趣味のものづくりも続けているようです。ヨモが生きている限り楽しく過ごしただろう、そう記されています。ちなみにイトリは宇多に対して思いを寄せていたようですが、最後まで思いを告げずにいたかもしれないとあります。もしかしたら宇多の同性愛者説の通り、イトリもそのことを理解していたのかもしれません。はい、ということで今回は宇多さんについての考察と解説をまとめてみました。ピエロという謎めいた組織の一員であり、敵なのか味方なのか分からず読者を翻弄し続けました。その奇抜な容姿とは裏腹に温厚な性格、優しい言葉遣い、計り知れない実力や、ヨモとの少しいびつな友情も、すべてが魅力的に見えて、男女問わず人気のキャラクターでしたね。僕も最終回の音部シーンが大好きで、そこはアニメでも省かれずに描かれていて本当に良かったと思っています。ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。